ーちゃんは普段プロストックでスタッフとして働いています。しかし深夜0時を過ぎると魔導士ピーちゃんとして星占いもしているんです。毎週この番組をご覧いただき本当にありがとうございます。あなたの今週の運勢はいかがでしょうか。2022年1月17日から2022年1月23日までの1週間の占いです。この番組は毎週星2つ、星1つのちょっとだけ運気が残念な方々にあれやこれをおすすめする変な占い番組です。さて今週は？お正月も明けて仕事に忙しい毎日ですか？このご時世仕事が忙しいなんてめでたいよ大統領なんて言いながら、今週おすすめするのはナスです。一富士二鷹三ナスでナスかいって違うんだよ。ネットワークアタッチドストレージでナスなんだよ。星の数の多い星座の人ほどラッキー。星が一つの人はちょっと残念。今週蟹座の方は先週から一転絶好調です。ラッキーな数字は7です。星2つの乙女座の方にはバッファローの8テラのナス、リマ、シエラ、ナナ、フタ、マル、デルタ、マル、ハチ、マル、フタをおすすめします。ナスはネットワークアタッチドストレージの略なのよ。どういう意味なんだい。ナスはね、ネットワーク上に接続することができるハードディスクです。ネットワークに接続された記憶装置という意味なのよ。へー。今週のミニ天文情報。1月18日は2022年で最も地球から遠い満月が見られます。1月18日8時48分が最も遠い満月です。地球から約40万1000キロメートルのところにあります。ちなみに2022年で最も近い満月は7月14日の3時38分で、地球から約35万7000キロメートルの距離にあります。4万4000キロメートルも違うんです。驚きですね。ヤギ座の方は絶好調です。今週のラッキーな数字は8です。星2つの水亀座の方には同じくバッファローの8テラのナス、タンゴ、シエラ、ゴー、フタ、ヒト、マル、デルタ、ノーベンバー、マル、ハチ、マル、フタをおすすめします。さっきから気になっていたんだけど、ナスの型番の読み方が変わっているね。あら、そうなのよ。この読み方はフェニティックコードって言って、音声伝達時の聞き間違いをなくすために行う文字の置き換えなのよ。今日は自衛隊風でございます。自衛隊の皆様、間違えていたらこっそり教えてね。へへー、フォネティックコードね、覚えておこう。ほんのちょっと残念なサソリ座の方にはジャンクのナスを買ってハードディスク交換という荒技をおすすめします。この荒行を乗り越えられたら好機到来です。開運ラッキーアイテムはステープラーです。寝る前に白紙を3枚ご用意ください。3枚重ねて四隅をステープラーでお留めください。朝にはなぜかすっきり目覚めることができます。本当に効くのかしらね。ピーちゃん本当なの。本当でしょ、マジョでしょ。ナレーションはカタキンとペンペンペケゾーでした。おまけその1、2022年最初の大イベントプロストック年末年始お宝くじは応募締め切りが1月20日と迫っております。今週も年末年始お宝くじのお知らせですかって言わないで。なんだって今月20日が応募締め切りなんだからお願いしますよ。というわけでプロストック年末年始お宝くじです。溜まっているポイントで対象商品を交換すると一口300ポイントで抽選できます。
2名様に豪華賞品が当たります。今年の一等賞品は空気清浄機付きファンヒーターとスチームアイロン、さらに沸騰浄水コーヒーメーカーです。そして2等賞品が全方向コードレスクリーナーとダブル音波振動電動歯ブラシです。どの商品も日常で大活躍しそうなお品でございます。応募締め切りは1月20日でございます。溜まっているポイントで勝負してみませんか。2022年の吉兆を占ってみましょう。おまけその2、ラッキーだった人もそうでなかった人も最後にもう一チャンス、一緒にじゃんけんしてね。じゃんけんに勝ってちょっとラッキーゲット。ピーちゃん、じゃんけんだよ。じゃんけんポン。また来週。今週のペンペンペケゾー情報、先週の画像の解像度ってはいかがでしたか。私も頑張ったのですが、少しはお役に立つことができましたでしょうか。今回は前回の番組への質問形式でのフォローアップでございます。いつもこの番組を見ていただいている A 子さんからの質問です。72ピクセル画の画像が300ピクセルパーインチの印刷物上で6ミリ角程度の大きさになることは理解できましたが、この画像を拡大して印刷した場合はどうなりますか。 YouTube の画面上ですが、どんな感じになるかご覧ください。もともと72個の点のものが1インチの範囲にあるからそれなりに見えているのですが、これを引き伸ばすと点が大きくなるだけなのでぼやけた画像となります。画像の解像度は一度低くしてしまうと元の品質にすることはできません。これはあくまでデジカメの写真やドロー系ソフトで作ったビットマップ画像での話です。もちろんベクター形式のイラストは別です。印刷物など300ピクセルパーインチのメディア上に 72×62 ピクセルのサイズの P ちゃんを置いて小さいから20倍にするとこんなにボヤボヤな感じです。ビットマップのデータは複数本に帰らずなのです。だからといって高解像度の画像を良いのかというとそうではありません。使うメディアの解像度に合った画像を使うことが大切です。次のご質問は秋葉原の S 山さんからです。 S 山さんからは、解像度を制御するにはどんなソフトがいいですかというご質問でした。一番のおすすめはやっぱり Adobe 社の Photoshop ですね。でもお高いんでしょという方には無料のソフトもございます。 Mac ユーザーなら標準装備のプレビューが簡単で便利です。 Windows ユーザーの方にはちょっと不便ですがペイントがあります。もう少し便利なものはないのという方には GIMP がおすすめです。結構な高機能ですが無料ソフトウェアでございます。ご興味のある方はぜひ一度検索してみてね。本日はここまででございます。フォローアップも頑張るペケゾーでございました。今週のペケゾー情報でした。